Go Buster! やあ、バスター。こんにちは、ロビン。そうそう、バスター。踏切を渡るときは右左を確認だね。わあ、危なかった。列車のスーキー、前を見てなかったのかな。パトカーのオーティスだ。何か起こってるに違いない。急いでバスター、助けになれるかもしれない。大変、スーキーは仕事中に居眠りしてる。誰かが止めてあげないと、どこに行っちゃうかわからないよ。どうしよう。あ、バスターは何か思いついたみたい。ロープ、いい考えだね、バスター。これでスーキーの速度を落とすことができる。ナイスキャッチ、ロビン。その調子、引っ張って。君たちならできる。大変、ロープが切れちゃった。スーキーはまだ暴走してる。速度が増したみたい。追いつかないと、急いで。バスター、今度は何？大変、ディガーだ。スーキーが直進してきてるのに、ディガーは全く気がついてないよ。別の線路、上り坂になってる。気をつけて、バスター。おっと、危なかったね。うまくかわしたね、バスター。スーキーが坂を登るよう線路を変えないと、バスター。急いで、バスター。君ならできる。あとちょっと。やった、間に合った。よくやったね、バスター。線路を切り替えたね。スーキーは急な坂を登ってるよ。これで速度は落ちるはず。これで何事もなく止まったね。スーキーは目を覚ましてるみたい。誰も怪我をしなくてよかった。よくやったね、バスター。オーティスの手伝いをして危機を乗り切ったね。こんにちは、バスター。泥だらけだね。泥の水たまりで楽しく遊んでいたみたいだね。洗わないといけないけど、バスターはそう思わないみたい。町のバスが来たよ。あら、汚れたバスターを見て呆れているよ。バスターは自分がどれだけ汚れているかやっと気づいたみたい。そうだよ、バスター、泥だらけなんだから。あれは洗車の看板かな。いいアイディアだね、バスター。綺麗になるために洗車をしに行ったよ。かわいそうに、バスターは中に入るのが怖いみたい。確かにとても怖そう。頑張って、バスター。綺麗にならなきゃ、汚いよ。行け行け、バスターはやっぱり勇敢だね。1、2、3。あー、もう少しだったのに、バスター。あれ、急いでるみたいだね。バスター、深呼吸をして。君ならできるよ。でも音がとても怖いね。頑張って、バスター。あともう少し。よーい、ドーン。やったね、バスター。くすぐったいけど悪くないでしょ。出てきたよ。ねえ、バスター、大丈夫だったね。ピカピカで綺麗だよ。かっこいいよ。よく頑張ったね、バスター。ピカピカ。洗車ってそんなに怖くなかった。わあ、バスター、あの赤い風船を見て。捕まえてみたら。惜しかったね、バスター。でも遠ざかってるよ。ああ、バスターは悲しそう。あ、ねえ、コマドリさん、君ならあの風船を捕まえられるかも。捕まえたよ。ありがとう、ロビン。素敵な風船だね、バスター。あ、見て、もう一つ風船があるよ。これは緑色だね。急いで、ロビン、捕まえて。はい、どうぞ。風船が二つになったね、バスター。わあ、あのカラフルな風船を見て。何をするかは分かってるよね、ロビン。バスター、風船と一緒に空中に浮かんでる。ロビンはバスターを見失ったよ。バスターはあそこだよ、ロビン。飛んでる。大丈夫だよ、バスター。怖がらないで。ここからの眺めを見て。
テリーはクラクションの音がどこから来てるか分かってないよ。上を見て、テリー。鳥かな？飛行機かな？違うよ。バスのバスターだよ。珍しい光景でしょ？ねえバスター、もうとても高いところまで飛んでるよ。地上のテリーはとても小さく見えるね。バスターは怖くなってきたみたい。宇宙まで飛んでいかないようにね、バスター。ロビー、助けてあげなきゃ。いい考えだね。風船を割ればバスターはきっと降りてくるね。どうしよう、バスターがものすごいスピードで降りてきてる。大丈夫バスター、地上はもうすぐ。あと何個か割ればいいはずだよ、ロビン。よーし、着陸。地上に戻ってきたバスター、嬉しそう。バスター、飛ぶことはロビンの仕事みたいだね。あれ、ロビンはどこに行ってるんだろう。また風船。今日のバスターはもう風船にはゴリゴリみたい。バイバイバスター。バイバイロビン。やあバスター。あ、サッカーボール、見て、スカウトだよ。遊びたいみたい。いいキックだねバスター、上手だねスカウト。道を走ってるのは誰？トラックのトニーだ。おやまあバスター、ボールを蹴る先を見なきゃ。トニーが来てるよ。わあ痛そう。トニーは大丈夫だといいけど。バスター、もっと気をつけないと。釘があるよ。しまった、バスターのタイヤがパンクしちゃった。見てスカウト、トラックのトニーは助けがいるよ。助けと言ったら、もちろん救急車のアンバー。さすがスカウト、今日はいろんなことがあったね。早く良くなるといいねトニー。おやバスター、とても痛そうだね。心配しないで、ただの事故だったんだから。トニーは無事で、アンバーももうすぐ帰ってくるから。バスター、アンバーだよ、修理してもらおう。バスターはガレージへ行くよ。あは。おや、トニーは元気そう。バスターは新しいタイヤをつけるよ。これで大丈夫。バスター、事故は起こるもの。次は気をつけてね。ナイスキックバスター。ああ、また転がっていく。バスターはもっと注意してる。左を見て、右を見て。そうそう、それでよし。よくできましたバスター。こっちこっちバスター。やあバスター。あ、サッカーボール、見て、スカウトだよ。遊びたいみたい。いいキックだねバスター。上手だねスカウト。道を走ってるのは誰？トラックのトニーだ。おやまあバスター、ボールを蹴る先を見なきゃ。トニーが来てるよ。わあ痛そう。トニーは大丈夫だといいけど。バスター、もっと気をつけないと。釘があるよ。しまった、バスターのタイヤがパンクしちゃった。見てスカウト、トラックのトニーは助けがいるよ。助けと言ったら、もちろん救急車のアンバー。さすがスカウト、今日はいろんなことがあったね。早く良くなるといいねトニー。おやバスター、とても痛そうだね。心配しないで、ただの事故だったんだから。トニーは無事で、アンバーももうすぐ帰ってくるから。バスター、アンバーだよ。修理してもらおう。バスターはガレージへ行くよ。あは。おや、トニーは元気そう。バスターは新しいタイヤをつけるよ。これで大丈夫。バスター、事故は起こるもの。次は気をつけてね。ナイスキックバスター。ああ、また転がっていく。バスターはもっと注意してる。左を見て、右を見て。
そうそう、それでよし。よくできました、バスター。こっちこっち、バスターバスター、ハッピーホリデー。あれれ、なんかバスター楽しそうじゃないね。様子を見に行ってみよう。バスターは退屈そうだね。やることがなくなったのかな。あ、みんな聞こえた？そう、バスターの友達のコマドリさんだよ。でもどこだろう。みんなわかる？大きなため息だね、バスター。あ、見て、いたよ。しかもバスターの飾りを持ってるよ。バスターについてきてほしいみたい。バスター、行ってきなよ。ん？マフラーを持って帰ってきたよ。いいアイデアだね、バスター。二人で雪だるまを作って。タイヤで雪をかき集めてるよ。賢いね、バスター。すごい、もうできてきたよ。それから頭も。コマドリさん、ありがとう。雪だるまにはマフラーがないとね。その炭たちは？そっか。コマドリさんが他に何か探しに行ったよ。あ、花の人参だ。素敵な雪だるまだね。でも、何か足りないね。わあ、すごい風。見て、バスターたちのところへ帽子が飛んできたよ。足りなかったのはこれだ。よくやったね、バスター。コマドリさんもそう思うみたい。わあ、すごい、雪だるまが起きたよ。バスターはすごく嬉しそう。これでバスターはコマドリさんだけじゃなくて雪だるまさんとも遊べるね。見て、バスターとスカウトだ。雪で遊んでいるよ。飛んだり滑ったり楽しそうだね。こんにちは、雪だるまさん。あれ、スカウトが何か見つけたよ。嬉しそうだね。なんだろうね、バスター。わあ、池が凍ってる。スカウトが氷の上を滑ってる。スカウトは上手だね、バスター。バスターも滑ってみたら。気をつけて。かわいそうなバスター。氷は滑りやすいよね。でも見て、スカウトは気にしていないよ。バスターは滑りやすい氷が怖いみたい。頑張って、バスター。怖がらなくていいんだよ。その調子、そのまま。バスターは池を滑り出した。いい調子だね。二人とも楽しそうに滑っているよ。よくやったね、バスター。スカウトも感心しているよ。わあ、バスターが飛んでるよ。見て、バスターが氷にひびを入れちゃった。どんどんひびが入っていく。スカウトの周りまで。スカウトが動けないよ。バスターどうするの？それ以上近づいたら氷が割れちゃうよ。そうだ、雪だるまさんなら大丈夫だよ。雪だるまさん、お願い、助けてあげて。スカウトを助けに行ってくれたよ。すごいよ、雪だるまさん。バスターもいい考えだったね。バスターもスカウトも今日のところはスケートおしまいだね。ありがとう、雪だるまさん。バイバイ、バスター。バイバイ、スカウト。やあ、バスター、何を持ってるの？アイスクリーム。とても美味しそうだね。おや、どうしたの、バスター？歯がグラグラしてる。これは良くないね。甘いお菓子の食べ過ぎかもね、バスター。あらまあ、とても痛そう。かわいそうなバスター。いい考えだね、ロビン。バスターは歯医者さんに行って抜けそうな歯を見てもらうといいね。大丈夫、バスター、そんなに怖くないよ。美味しそうなロリポップ。でも抜けそうな歯には良くないと思うよ。うわー、今のは痛そうだったね。リンゴはどう、バスター？それほど甘くないよ。あ、バスターはもう何を食べるのも怖いみたい。おやまあ、歯はまだ痛いね。かわいそうなバスター。何かしないとね。そうそう、ロビン、助けを呼んできて。
誰か来たよ。救急車のアンバーだ。彼女ならどうしたらいいか知ってるはず。怖がらないでバスター。アンバーが助けに来たよ。勇気を出して、口を大きく開けて。さあバスター、大きな口を開けて、アンバーに歯を見せて。どれどれ？とても痛そうだねバスター。最初の乳歯が抜けかかってるみたい。大人の歯に生え変わるから心配しないで。ここはアンバーに任せよう。歯ブラシ、歯磨き粉をチューブから絞って右へ左へ歯を磨こう。上手だねバースター。ピカピカになったね。そしてお口をすすいで。歯を磨くことはとても大切。よくやったねバースター。アイスパックで痛みが和らぐよ。ほらね、そんなに怖くなかったでしょ。ありがとうアンバー。わあ見てバスター、グラグラしてた歯が抜けてる。これでもう大丈夫。新しい歯にすぐ生え変わるよ。よっ。やあバスター。えっ、おやおや、バスターはとっても気分が悪そう。やあスカウト、スカウトは一緒に遊びたいんだね。今日のバスター遊ぶ元気がなさそう。とても気分が悪いの。急いでスカウト、助けを呼んできて。かわいそうなバスター、誰でも時には病気になるよ。見てバスターを見てもらうためにスカウトが救急車のアンバーを連れてきたよ。いい考えだねスカウト。アンバーならバスターをまた元気にしてくれるはず。救急車のアンバーはバスターがガレージに戻るのを助けてるよ。バスターのどこが悪いのかアンバーに見つけてもらおう。まずバスターのタイヤをチェックするよ。あ、見て、このタイヤ空気が全部抜けてる。空気を入れなきゃ。ほら入ったよ。バスターは少し気分が良くなったみたい。あれ、でもまだ少し元気ないみたい。あ、そうだ、温度計でバスターの温度を調べよう。良くないねバスター。アンバーはバスターのエンジンを調べるよ。大変、バスターからオイルが漏れてる。それは気分が悪くなるはず。アンバーはスパナーで修理するよ。大丈夫バスター、すぐ終わるよ。あと何回か回すだけ。はい、できた。よくやったねアンバー。もういつものバスターに戻ったみたい。もう元気になったから遊べるよバスター。とても嬉しそう。これこそみんなが知ってる大好きなバスター。アンバーはもう帰る時間。バイバイアンバー、バスターのお世話をしてくれてありがとう。あ、バスのバスターだ。今日は何をするのかな。何これ、看板を見てみてよバスター。あのタイヤピカピカで新しいね。バスターも新しいタイヤを買うときかもね。出発。見て、ジープのジェシーがいるよ。坂を登るの大変そう。あ、バスターが来た。かわいそうにジェシー。バスター、きっとジェシーは助けが必要なんだよ。タイヤが地面をグリップしてないみたい。もうすぐだよジェシー、諦めないで。あー、バスター、タイヤが欲しいのはわかるけど、友達のジェシーは助けを必要としてるよ。危ない、ジェシーが後ろへスリップしてる。さすがバスター、ジェシーを助けに戻ってきたんだね。とっても優しいね。あれれ、ジェシーのトレーラー何かがおかしいみたい。トレーラーに押されて坂をものすごいスピードで下ってる。ジェシーはコントロールできない。急いでバスター、助けてあげないと。大丈夫だよジェシー、バスターはもうすぐ来るよ。バスターその調子、トレーラーがひっくり返らないよう捕まえてて。まずい、お店が見える、ぶつかっちゃう。いい考えだねバスター、ブレーキでジェシーの速度を落とすんだ。危なかったね、よくやったバスター。それに見て、欲しかったピカピカの新しいタイヤ。かわいそうなジェシー、タイヤがボロボロだね。バスター、君よりそのタイヤを必要としてる人がいるよ。その通りバスター、ジェシーこそ新しいタイヤが必要なんだ。よかったねジェシー、もうトレーラーを引いても大丈夫。坂を登るのもこれで楽々。バイバイバスター。バイバイジェシー。やあトラックのトニー。トニーは前をよく見ていないみたい。
あ、見て、カエルのフランキーだよ。挨拶しに来たんだ。気をつけて、トニー。やれやれ、危なかった。あらまあ、トニーは荷物をいくつかなくしちゃったみたい。フランキー、気をつけなきゃ、トニーに惹かれそうだったよ。やれやれ、なんていたずら好きのカエルさん。見て、トニーが荷物を落としていっちゃった。泡風呂の入浴剤だ。フランキーがいい考えを思いついたみたい。あ、見て、歩いてる。今度はどこに行ってるの？ボトルから泡が出てきてる。ねえ見て、バスのバスターだよ。バスターはフランキーがどこに行くのか見てみたいんだね。もっと泡が出てきたよ。シャボン玉のメガネをかけてるみたい。バスター、やあスカウト、シャボン玉の冒険に一緒に行かない？スカウトは泡で遊びたいって。そこら中にシャボン玉が飛んでる。わあ、その帽子いいね、スカウト。ヒゲが面白いね、バスター。ランキーはあの湖に向かってるみたい。このいたずら好きのカエルさん、考えがあるんだね。湖の中へ入るよ。見て見て、そこら中シャボン玉だらけ。わあ、泡風呂ができたよ。ふわふわの泡、見て。バスターとスカウトも飛び込んでみな。シャボン玉の中で遊んでとっても楽しそう。フランキーが泡の湖のキャプテンみたい。スカートが大きな泡のしぶきを立てるよ。そこら中シャボン玉でいっぱい。あれ、フランキーはどこに行ったんだろう。いたいた。そろそろ帰る時間。バイバイフランキー、シャボン玉の冒険をありがとう。やっほー、バスのバスター遊びに来たよ。赤いペンキに気をつけて、バスター。バスター、ペンキの上を走っちゃった。見てバスター、自分のタイヤで赤い線を描いちゃったよ。バスター、何か思いついたみたい。上手上手、円を描いたんだね。円は丸くてバスターのタイヤと同じ形だね。今度は円に色をつけたね、バスター。赤い円だ。あ、スカウト、一緒に遊ぼう。形について学んでるんだ。スカウトは何の形を描いてるんだろう。正方形だ。青い正方形。正方形には同じ長さが4辺あるよ。やあディガー。バスターとスカウトと一緒に形を描きたくてディガーが来たよ。ディガーは何の形を描くんだろう。ディガーはバスターやスカウトより時間がかかってるね。大丈夫、ディガーはもうすぐ終わるから。三角だ。三角には3辺あるよ。黄色い三角。ディガーがこの形を描くのに時間がかかったせいで、バスターとスカウトは居眠りしちゃった。二人とも起きて。他にどんな形があるかな。緑の長方形。上手だね、バスター。黄色の星。とても綺麗だね、スカウト。そして可愛いピンクのハート。ディガーはダイヤモンドを描いてるよ。わあ、いろんな色が流れていくのを見て。綺麗な虹色のダイヤモンド。いろんな色のいろんな形。形を学ぶこと、とっても楽しかったね。今日学んだのは、正方形、円、三角、星、ハート、長方形、ダイヤモンド。やあバスター。わあ、見て、アメリカの砂漠にいるよ。カウボーイの帽子までかぶっちゃって。金色の星をつけてる保安官だね。見て、投げ縄だ。上手だね、バスター。これで君も立派なカウボーイ。ペリーだ。帽子を傾けて挨拶しなよ。ペリーはあまり嬉しそうじゃないね。待って、バンディットバスだ。背中に乗ってるのは何？袋だ。キャンディーショップに盗みに入ったんだね。なんて悪いやつ。捕まえなきゃ、バスター。急いで逃げていくよ。追いかけるんだ。起きて、保安官、泥棒が逃げてるよ。二人は線路の横を走ってる。
急いでバスター、バンディットを逃がしちゃいけないよ。バンディットが列車の通勤の前を飛び越したよ。列車が通り過ぎるのを待とう。どこに行った？しまった、逆方向に行ってる。なんてずる賢い。追いかけてバスター。バンディットはサボテンに迷い込んでバスターから逃れようとしてる。トゲに気をつけてバスター。刺さるととっても痛いよ。あと少し。危ない。バスター大丈夫？大変、サボテンでタイヤがパンクしちゃった。どうしよう、タイヤがパンクしてちゃ追いつけないね。待って、この手があった。投げ縄。よくめがけてバスター。1、2、3。お見事、よくやったね。バンディットを捕まえたよ。パトカーのオーティスも来たよ。喜んでる。よし、バンディットはもう牢屋の中。バッジまでもらったんだね、保安官バスター。わー、冒険いっぱいの夢だったねバスター。楽しい一日を。バスターは何を見つけたのかな。遊び場だ。すごいね。あっちを見て、スカウトとディガーが橋を作ってる。スカウトがちょうど下をくぐられるね。あれは何？ボールプールじゃない？やっぱり。バスター、あれやりたいんでしょ。わー、ナイスジャンプバスター。見て、ブルドーザーのビリーだよ。トランポリンで跳ねてる。とても楽しそうだね。わー、ディガー、猿渡りが本当に上手だね。その調子。ビリーはどうして形を運んでるんだろう。そうか、ディガーが着地するためなんだね。上手な着地だったねディガー。おっと、スカウト気をつけて。バランスを取るの難しそう。すごいねスカウト、さすが。位置について、よーい、ドーン。どっちが勝つんだろう。いい勝負だね。スカウトが先。よくやったねスカウト。次はきっと勝てるよバスター。とても楽しそうだったね。ディガーがかくれんぼをしようって、いい考えだね。じゃあバスター、みんなが隠れる間に数えて。なるほど、スカウトとビリー隠れるのにいい場所だね。ディガーはボールプールに隠れてるよ。ビリーは滑り台の上。もういいかい。みんなを見つけるんだバスター。どこかな。そこじゃない。心配しないでバスター、きっと見つかるよ。諦めないで。ビリーがいた。よく見つけたねバスター。残るは2人。これは変だな。スカウトがいた。よくできました。あと1人。ボールプールを見てみよう。あ、ディガーがいた。隠れるのにもってこいの場所だね。とても楽しい遊びだね。あー、今日はなんて気持ちがいい日。バスターはちょっと暑そうだね。ねえ見て、スカウトがいいことしてる。アイスクリームを食べて涼もうバスター。美味しそうだね。バスター、聞こえる？この音はアイスクリームトラックのイギー。こんにちはイギー。バスターはアイスクリームを食べたいんだ。いろんな味があるよ。チョコレートチップ、スプリンクルが乗ったバニラ、トリプルタワー、ラズベリースワール、チョコレートソースがかかったストロベリーとバニラ。バスターはどれにするか決めたみたい。わあ、ありがとうイギー。おや、とっても早かったねバスター。美味しかったでしょ。もう次のアイスクリーム？やあディガー、アイスクリームの列に加わったよ。次のアイスクリームもできたよ。バスター、3つ目のアイスクリーム本当に欲しいの？バスター、アイスクリームが食べたいのは君だけじゃないよ。美味しそう。チョコレートスティック付きバニラアイス。列は長くなってる。バスターは4つ目のアイスクリームを注文してる。今度はチェリー付き。ねえバスター、もう十分でしょ。ディガーとビリーもアイスクリームを待ってるんだ。それに君は欲張りだよ。イギーもバスターに呆れちゃったみたい。バスター、もっとアイスクリームが欲しい？はいどうぞ。はは、見て、アイスクリームのバスター。でもトッピングがいるね。甘いチョコレートスティックとチェリー、美味しそう。はは、バスターはこれで涼むことができたはず。あ、ビリーがチェリーを美味しそうに食べてる。ディガーも大きな一口。
このアイスクリームバスターとっても美味しい。バスター次は欲張りにならないだろうね。とても美味しいアイスクリームをありがとうイギー。アイスクリーム最高だね。